ギア・カンチェリはジョージア出身の作曲家。カンチェリの音楽はアルボペルトやジョン・タブナーといった作曲家たちと比べられる。カンチェリの音楽の中には民族的、宗教的発想がいくつか見られる。公共曲の中のカンチェリの音楽言語は一般に長く抑えた苦しそうな弦の不協和音に対して遅い単調の旋律の断片からなっている。 学説には時に勇ましい金管楽器と打楽器が差し挟まれる。一部の批評家たちはカンチェリの音楽を語るのに映画用語を使っている。例えばカンチェリの音楽の至るところに見られるはっきりしない転調はディゾルブ、公共曲第6番などに使われた長い1、3のクレッシシェンドをズーム、公共曲第5番の冒頭で静寂が突然大音量に変わるのは ストレートカットなどである。ロディオン・シチェドリンは、カンチェリのことを、マキシマリストの気質を備えた、禁欲主義、控えめのベスビオと語った。カンチェリは7つの公共曲や、ビオラと還元楽のための典礼、風は泣いているを作曲した。公共曲第4番は1978年1月、ユーリテ・ミルカーノフ式フィラデルフィア還元楽団によって、 アメリカ初演が行われたが、間もなく、ソビエート文化に対するアメリカが死臭国の文化的凍結が始まった。カンチェリが再び西側に出られるようになったのは、グラスの土のおかげで、ヨーロッパやアメリカでの上演とともに、カンチェリは頻繁に作品の移植を受けるようになったが、直接の西側への紹介は、ヘルムート・ラフヘンマンが当時サンクト・ペテルブルクに、 招待された時耳にした彼の作品で、そのまま直ちにドイツの南ドイツ放送の FM プロダクションのプログラムに組み入れられ、公共曲などがすぐに移植されすぐに初演された。公共曲第7番には、エピローグという副題が強調されて付けられ、それ以降、公共曲という名前のつく曲は書いていない。しかし、還元楽曲の作曲は続けていて、 公共曲第8番と言ってもいいくらいのトラウアーファーベンズラントを書いている。カンチェリは国際的な支持を受けており、デニス・ラッセル・デイビス、ヤンスク・カヒッツギドン・クレーメル、ユーリ・バシュメット、キム・カシカシャン、ムスティス・ラフ・ロストロ・ポービチ、クロノスク・アルテットが好んでその作品を取り上げている。カンチェリの作品の世界初演がシアトルで、しかも来るとまずア式ニューヨーク・フィルハーモニックで、 行われたこともあった。定期的な移植作品も続けている。金作も続々 CD リリースされていて、特に ECM から発売されている。ジョージア本国では、カンチェリは舞台作品で有名で、カンチェリの音楽作品の多くはそこから引き出されている。1971年より20年間にわたって、トビリシのルスタベリ劇場の音楽監督を務めていた。 カンチェリのオペラ、ミュージック・フォー・ザ・リビングは、演出家のルスタベリ劇場監督、ロバート・シュトゥルアとのコラボレーションで、1984年6月の初演以来、ヨーロッパ及びソビエト連邦で賞賛を受けてきた。1999年12月には、バイマルのドイツ国民劇場で再演された。また、カンチェリは12本の映画音楽も手掛けており、ロシア語圏では有名だが、 それ以外ではあまり知られていない。その中には、ゲオルギー・ダネリア監督の SF 映画、不思議惑星金、ザザもある。1991年以降、カンチェリは西ヨーロッパに活動の拠点を置いていた。最初はベルリン、1995年以降はアントウェルペンに住み、そこでロイヤル・フランダース・フィルハーモニー管弦楽団のためのコンポーザーインレイジデンスを務めた。 2019年10月2日、故郷の飛び市にて心臓病のために亡くなった84歳ボーツ。ありがとうございます。